多くの外国人観光客でにぎわう雪まつり会場で、道警が冬道の安全運転を呼びかけました。外国人観光客に配っているのは、日本の交通ルールについて英語などさまざまな外国語で書かれたチラシです。道警によりますと、一時停止の標識が外国とは違うため、交差点にそのまま進入し事故につながったケースも今年あったといいます。運転する際には、日本の国の交通ルールは他の国と若干違いがありますので、ぜひ交通ルールを勉強していただいてから運転していただくと。道内では先月、上富良野町でダンプカーと衝突したレンタカーの外国人2人が死亡するなど、外国人観光客の交通事故が増えています。